A 大、リーグ、ワールドシリーズ制覇を果たし、シャンパンファイトでトロフィーを掲げるドジャース、大谷翔平イコール31日、ニューヨーク、共同米大リーグで、大谷翔平、30、と、山本由伸、26、が所属するドジャースは4年ぶりのワールドシリーズ制覇から、一夜明けた10月31日、試合が行われたニューヨークから、本拠地ロサンゼルスに戻った。球団の X、旧、ツイッターには、大谷が機内で優勝トロフィーを抱いて喜ぶ写真が投稿された。11月1日午前11時、日本時間2日午前3時から、ロサンゼルス市内で優勝パレードが行われた後、本拠地球場ドジャースタジアムでイベントが開催される。優勝パレードは前回ワールドシリーズを制した2020年は新型コロナウイルス下で実施できなかったため、1988年以来36年ぶりとなる。共同、